今日は丹後由良駅から、演奏をお届けしたいと思います。まず三崎めぐりから。ありがとうございます。ウィークエンドとね、山本幸太郎さんに、届いていればいいですね。これ山本幸太郎とウィークエンド、そうなんです。1974年です。昭和49年僕はまだ4歳の年齢がバレてます。年齢がバレてます。あのね、さださんの曲をちょっとこれやりたいと思います。いろんな方のいろんなフォークソングをちょっと今日やりたいと思うんで、もう軽く聴いて。
兄がね、妹を持って、ね、歌った曲カカシという曲です。おー、出ました。こういう心境になるんやろなと思いながらも、ずっとその頃から歌ってたんですけど、この春にね、2人
3人、うち3人娘なんですよ、うん、3人のうち2人がね、もう同時に出ていくんで、ダブルでこの思いになる。今日は駅で初めて歌わせていただくんですけど、僕のね、茨城県 の、 あのお友達さんが駅で実は弾き語りをしています。ひたちなか海浜鉄道っていうところなんですけど、17年間ずっとこの今から歌う歌を歌ってられるんですけど、そのひたちなか海浜鉄道っていうのは17年前の廃線の危機にちょっとさらされました。でご夫婦で、歌作って歌おうっていうことで応援、はい、応援支援ソング作られて、でその方Facebookで知りまして、でこの人に会いに行きたいと思って2年前にもう直接会いに行きました。会いに行ってこうして駅で歌わせてもらったんですけど、いつかね、京都に帰ってきて駅で歌えたらなっていう思いでずっと何年間かいたんですけど、今日やっとその曲を、ね、その曲をじゃあ歌いたいと思います。季節の季節の風っていう曲です。作曲を、作られたのは港源太さんです。源太さん聴いてください。列車の港
節の風の中今走る未来の夢乗せて今日走る でね、この季節の風を作られた港ゲーサー源太さんは、大の松山千春ファンなんです。で、季節の風時忠松山千春の、大空と大地の流れ、これをやりたいと思います。うわ、ええな
改めてね、あの歌うといい曲ですね。あの昨日ね、YouTube で、ある人の動画を見ました。海援隊のね、人としてのなんですけど、海援隊の人としてのじゃあちょっとこれ言うだけになります。ご飯入れといたけど、もし食べれそうだったらまた。あの何でしょう、何ソーダでしょう。あ、そうそう、クリームソーダ、クリームソーダいただいても。はい、どうぞ。うまい、うまい、これうまいじゃないですか。クリームソーダ、これ何年ぶりこれ。うん。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。はい。あの僕は人としてあの何ができるかっていうことを今、考えながら弾いてます。震災でね、今大変なあの暮らしをされている、被災者の方、少しでもあの癒しになればと思いながら弾いてます。はい、頑張ってください。僕も頑張っていきます。頑張りましょう、皆さんで頑張りましょう、人として。私は悲しみ繰り返す、そうだ人なんだ、人として人と出会い、人として人に迷い、人として人に傷つき、人として人と別れて、それでも人しか愛せない、それでも人しか愛せない、入れてしまう膝を抱えてうつむくことばかり、鳥のように生きたいと夜空見上げて佇むけれど、翼は愚かな憧れと私は大地に影落とし歩く人なんだ、人として人と出会い、人として人に迷い、人として人に傷つき、人として人と別れて、それでも人しか愛せない、それでも人しか愛せない、それでも人しか愛せない。なんていい歌なんでしょう。海援隊とくれば、あの送る言葉なんですけど、今日送る言葉準備してないんで、海援隊の曲もう一曲、聞きたいと思います。
海援隊の曲、もう一曲弾きましょう。ゆりちゃでございます。あれ、どこ行った。やっぱり、あの、歌う順番にねセットしとかないとダメですね。これは僕の反省です。はい、もう仕方ないですね。どっかにあるはずなんですけどね。こうやってなってる。それ、同然だけじゃなくて、知らなかったら、こんな方の部分は、うまく出へんて、機械で、うまく出へんて、皆さんの中で、手でこう、作ってこう、作ってるんだと思います。中島みゆきさんの曲やりましょう。やった、はい、1月と8月が歌詞に出てくるんですけど、1月と8月といえば、まあ、何があるんですかというのなんですけど、ふるさとの帰省が、帰省ありますよね。この駅にもきっと電車で帰ってこられた方が、列車ですか、あると思うんですけど、中島みゆきさんの帰省という部分、ちょっとちょっと静かな曲なんで、また後で盛り上がる曲やりますね。ちょっとこれ入っていかないとね、弾けない曲なんですよ。いきます、帰省って。Thank you.
冷たい水の中を震えながらの
買わない奴らがあるんだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。これね、サビのところが有名だと思うんですけど、ファイト、ね、自分に対しても、皆さんに対しても。直樹さん、提案です。はい、どうぞ。今日はせっかくのりちゃん怒られてるんで、ご一緒にコラボなんかできますか？はい、一応曲はまた決めてもらって、中島みゆきでも。じゃあ、名古屋駅一緒に歌いますか？後で、はい、名古屋駅。汽車を待つ君の横で僕は時計を行きます。ここに歌詞ある。なんだけのりちゃんが歌うと何やったの？命のわけ。じゃあまた後で休憩中に行く、ちょっと打ち合わせしてください、はい、勝手に言いましたがすみません。いいですよ、せっかくなので。ね、本当この前にもね、何湾ですか、何湾って言うんですか、くんだ湾。くんだ湾っていう単語の海があるんです。海があるんですけど、その海はね、能登半島に、繋がってます、ね、その海の先では、大変なことが本当起きてしまってっていうことなんですけど、はい、命をね、歌った歌なんですけど、この曲はさださんの曲なんです。さださんが、東日本大震災の時でしたか、向こうに、復興支援で行かれてチャリティーコンサートで歌われた曲なんですけど、歌詞の中にね、悲しみの海の向こうからっていう歌詞が出てきます。で、この曲は歌う予定ではなかったようです。やっぱりね、津波で被害に遭われてるんで。ところがね、会場から佐田さんにリクエストがあったようです。命の訳を歌って、で、悲しみの海の向こうからっていう歌詞があるんだけど、で、佐田さんおっしゃるというです。でも、もう海は誰も、憎んでない、誰も憎んでいない、もうむしろ海を愛してるみたいな感じになって、で、佐田さんが歌われたという命の訳を聞いてください。私が生まれてきたわけは、父と母とに出会うため。私が生まれてきたわけは、兄弟たちに出会うため。私が生まれてきた。春くれば花をのずから咲くように、秋くれば葉をのずから散るように、幸せになるために誰もが生まれてきた。悲しみの花の跡から
生まれてきたわけはどこかの誰かに傷ついて私が生まれてきたわけはどこかの誰かに救われて私が生まれてきたわけはらしいよ朝が来て光をのずから照らすよ幸せになるために誰もが生きているんだよ悲しみの海の向こうから喜びが満ちてくる昔のね、テレビドラマのね、朝日が丘の大統領っていう テレビドラマだったんですね。小出政則さんがね、それでじゃないですか。夕日が丘の総理大臣は、中村雅俊さん。おいしい、はい、その後に朝日が丘の大統領で、宮内純さんやったんです、主演のね。あの、みかんのゼミみたいなのめっちゃおいしい。それのね、テーマソング、新しい空って。新しい空をやりたいと思います。サビの部分ね、すごく気に入ってるんですよ。でとりあえず歌いましょう。はい、新しい空です。魂のボールを新しい空深く蹴り上げてやるのさ。ムービラムービラ淡雪のまでのムービラムービラ淀んだ安らぎ鉄道で塞ぎ続けたまだ何耳や風切る音さえ美しい。追いかけようぜ若さの蜃気楼を。ああ生きてる生きてるんだ俺たち。ああ生きてる生きてるんだ俺たち。右は声出る左には波が青春の交差点道しるべもない後にしたって明日は明日さ立ち止まる時間など残されてないはず。ムービラムービラ淡雪のまでのムービラムービラ湿った夢たちコミックを
という曲でした。新しい人ですね。こんな曲だったんですね。かぐや姫の名残より行きますか。いいですね。行きます。一緒に行きます。ちょっと一緒ですか。どうぞ。すいませんね、勝手に出会いどうぞどうぞ。もう、なんでもライブなんで、どうぞ。いいね、いいね。もう決まったね。このプリンのソーダめちゃめちゃうまいですね。これ美味しい。いいわけか。いえいえ。のりちゃん忘れてみたら、どうぞ。また、どかしも単語由来機からね。チューリップが好きなんですよ。素敵なお客様が今日来てくださいました。名古屋牛歌います。はい、では行きますね。はい、すごい。僕歌いますか。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの寂しそうに君が言い上げる。名残雪も降る時よし、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗に。幼い君も大人になる。
大丈夫やった、はい、大丈夫やった、はい、大丈夫やった、はい、ありがとうございます。撮ってくれとったな、動画でしょ、撮ってくれとった。なんかあれやな、なんか申し合わせもしてなくて、になっちゃって嬉しい。どうぞ。いや660万円嬉しい。そうやで、ね、うちの家より YouTube で、はい、ギターの持ち方ってさ、弾いてへんから慣れてへん。あ、もうもうそれでいいよ、それでいいです。ギターが喜びます。どっち行きましょう、こっち行きましょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ギターチェックしますね。はい、ありがとうございます。さだ、さださんの曲をやりましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、嬉しかったです。お願いをありがとうございます。優勝者僕に任せてくださいって人はご存知ないかもしれない。まあ、一回ちょっとやってみましょう。さだまさしさん、君はその手に花を抱えて急な坂を
けやないね。最後ラストのね。ね、ジェスさんにとって行かれる方にはの中には当てた時のドリンクのチョイス間違ってる。あれです。いろんなね旅があると思います。次の曲の名はあの道しるべのない旅と書いてしるべない旅と、ね、いう題名。あ、これストローじゃなかった。これはスプーンやった。はい、永井竜さんのしるべない旅をやりたいと思います。ですよね。あの道しるべと書いてしるべというのがでも、はい、そう。え、長井龍さん。な、長井龍さん。はい。次の曲行きましょう。はい、あ、これまだストローじゃなかった。これちょっとこっち向けてください。ジブリの一曲やってみましょう。あ、いいね。この間、あの千と千尋やったね、はい、やってますね。夏休みになると必ず天空の城ラピュタをやりますね。井上あずみさんにちょっと慣れきってやります。君を乗せて
爪磨きなんですけど、爪をちょっと磨いてます。だん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 あの爪が欠けてくるんですよ。これ本当なんですよ。なぜかって言ったら、ジャガジャガストロークしないで爪が欠けます。これね、今日ちょっと試しにやってみようかな。ちょっとね、今までにないバージョンでちょっと弾きたいと思います。遠くへ来たもんだ。これ、ね、最初になんか太鼓が入るんですね。太鼓やったら笛やったのが入るんですよ。恋が一度とし
てた。思えば遠くへ来たもんだ。今では女房子供持ち。思えば遠くへ来たもんだ。あの頃恋しく思い出す。眠れる夜に酒を飲み、汽車の汽笛聞くたびに、僕の耳に遠く近く、レールの響きが過ぎてゆく。もうかれこれ1時間超えましたけど、カウゲームの曲、この曲、これをやっとかないとちょっと、あの、カウゲームの曲、京都を歌った曲があります。京都を歌った曲、はい。鴨の流れにっていう曲なんですけど、その曲にちょっと聞きたいと思います。あなたはどこへ
もうあとね、何曲やりたいんですけど、ね、すごいダイヤされるわ。あの素晴らしい文字のってことなんですよ。ザ・ボーク・クルセイザーそれやりましょうか。あ、でもその前にね、これ中島美紀さんの曲をもう一曲だけさせてくださいとか言って、もう何曲もやってるんですけど、時代ってことですよ。いいですね。ご存知だったら一緒に歌ってください。それです。フルバージョンで、フルバージョンでいきましょう。予定外なんで、練習してないです。時代。歩き出す今日は
ラスト2曲にしましょうか。もう本当は終わってるんですけど、まだ予定の曲やってないんで、はい、もうガチのホープ。ガチってね、息子たちで使うんですよね、ガチ。最初何のことかわからなくて、何がガタガタしてるのかなって。僕ね、かぐや姫大好きなんです。かぐや姫が大好きで、南こうせつさんも特に大好きなんですけど、今日はバイオリンがないんでね、イントロができないんですけど、神田がやります。2歳の時の曲なんですけど、ね、もちろんリアルタイムではもちろん聴いてないんですけど、子供の頃にまさかね、ブラウン管からこんな音楽が流れてたのかと思って、この神田川なんですけど、シングルレコードってありましたよね、45回転の。あれのね、A 面で出たんじゃないんですよ。ラジオで流れたんですって、昭和何年でしたか、48年。ラジオを聴いた方がこの曲いいなって言って、でなんかラジオ局に問い合わせが殺到したんですよ、ね、でシングルカットされたんです。シングルカット、分かりますね。シングルが出たって、はい、
作詞は北条、誠さんって書いて北条忠さんって言うんです。2年前に、ね、亡くなられました。で、作曲は南光さん、北条さんが、当時アパートに住んでたらしいんですけどね。で、持っていって光節できたぞ。で、光節が30分か、なんか、1時間かぐらいのうちで作った曲ができたメロディーが神田川らしいんですけど、すごいですね。あの素晴らしい愛の文字を加藤和彦さん届くといいです、はい。あの素晴らしい愛の文字をやります。一緒に歌ってください。Night.